最近の太陽周期最近400年間のオールフ、黒点相対数太陽極大期は11年ごとの太陽周期において太陽活動が極大になる時期である。太陽極大期の間は多くの太陽黒点が現れ、太陽放射は通常より約0.1%強くなる。太陽からのエネルギーの増加は地球環境に多大な影響を及ぼし、 最近の研究では地域の気象パターンとの相関も示唆されている。太陽極大気には太陽の赤道が極よりも早く受点することに由来する磁力線の歪みは最も大きくなる。ある太陽極大気から次の太陽極大気までの太陽周期はバラつきがあり平均するとだいたい11年だが一般に9年から14年程度まで変動する。 太陽極大気には大きな太陽フレアがしばしば発生する。例えば1859年の太陽嵐はオーロラが北約4 2度のローマで見られるほどであった。未来の太陽極大気の時期と強さの予測は非常に難しい。最近の太陽極大気は2000年で2006年にアメリカ航空宇宙局は 1958年以来、最も強い太陽極大期が2010年か2011年に来ると予測した。しかしより最近の予測では、次の太陽極大期は2013年秋で、1906年以来最も弱い太陽極大期になるというものである。ソーラーストームウォーニングアーカイブド2009年5月13日、アットザウェーバックマシン、サイエンスナサ。 10 March ーー2006アクセスト260 2010 NASA マーシャルソーラーフィジクスソーラーサイクルプレディクション NASA 2012年1月13日閲覧ありがとうございます